アイテム番号 SCP-361JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコルセクター8192の一般大型倉庫に保管してください。 SCP-361JP の実験はセキュリティクリアランス3以上の職員にのみ許可されています。装置清掃の際には SCP-361JP が作動していないことを確認し十分な注意を払ってください。 SCP-361JP A SCP-361JP B SCP-361JP C はそれぞれ爆発物取締りプロトコルに従って運用してください。説明。 SCP-361JP は投入部、処理部、排出部からなる重さ 7.5 トン、体積40平方メートルある装置です。動力には電気、および蒸気を用います。装置には、判別不能、HEAVY、INDUSTRIES、LTD、という銘が施されていました。調査では、一般的ではない材料は使われていないことが示されました。投入部、排出部の構造のほとんどは解明されていますが、処理部の構造は調査中です。投入部には、任意のオブジェクトを投入できます。投入部に約 65kg のオブジェクトを投入した際、排出部から SCP-361JP-A と指定されるヒューマノイドと、粉々になったオブジェクトの一部が排出されます。SCP-361JP-A は、この状態では自律的に動くことはなく、後述する SCP-361-B、または SCP-361-C の指示によって動きます。SCP-361JP-A の形状は、投入したオブジェクトによって変化しますが、大抵の場合、成人男性が様々な全身タイツをまつわった形状をしています。SCP-361JP-A は、重大な損傷を負った時点で TNT 等量 15kg 規模の爆発を起こすことに注意してください。SCP-361JP-A を5体、SCP-361JP に投入すると、SCP-361JP-B と指定される変形ヒューマノイドが排出されます。SCP-361JP-B は、投入した SCP-361JP-A の総質量から質量が大幅に変わることがあり、その形を予想することは困難です。SCP-361JP-A より力強く、回収時の脅威となりました。回収記録、361JP-49参照、物理的脅威度は、ヒグマ相当であり、重大な損傷を負った時点で、TNT 等量 15kg 規模の爆発を起こすことに注意してください。SCP-361JP-B は、後述の SCP-361JP-C の命令に従います。同様に SCP-361JP-B を5体投入すると、SCP-361JP-C と指定されるヒューマノイドが排出されます。大抵の場合、老年の成人男性の形をとります。一部、SCP-361JP-B に似た変形ヒューマノイドになる変形能力を備えている個体も確認されています。思考能力は20代平均相当ですが、前提として持っている知識が正しいものと限らないことに注意してください。回収時には SCP-361JP-A、B を取りまとめる役割を果たしていました。物理的脅威度はヒグマ相当であり、重大な損傷を負った時点で、TNT 等量 20kg 規模の爆発を起こすことに注意してください。SCP-361JP-C は、排出時に目の前にいた人物の命令に従いますが、自律的に行動すること、回収記録、361JP-503章も確認されています。
SCT-361JT は、年、県、市の自転車の大量盗難被害とともに確認された不審人物の情報が財団の興味を引き、機動部隊兵、名号、ベアレンジャーグマ、が当地で回収しました。この時確保した SCP-361JP、A、B、C は、編集済み、タイに及び、本来 SCP-361JP、C の上位にいるはずの人物が不在でした。それにもかかわらず、SCP-361JP を用いて自己複製をするための行動を行っていました。現在、SCP-361JP、C の個体数が自律的行動を引き起こす原因になると仮定して、財団は実験の際の SCP-361JP、A、B、C の個体数を制限しています。実験記録 361JP23 日付2000年月日対象しか実施方法セクター8192の第2代科学実験室で実施機動部隊兵名号を待機させ防火防に十分な注意を払いました。鹿肉はミンチ状で2トン用意しました。結果 SCP-361JP A は、チュイーンチュイーン、と発生する、一般的成人男性体型の、全身褐色タイツのような組織のヒューマノイドでした。SCP-361JP、B は鹿の頭部を持ち、両手は鹿の角とよく似た繊維の、3メートルの変形したヒューマノイドでした。SCP-361JP、B とのインタビューは不可能でした。SCP-361JP、C は、一般的な男性と類似していました。インタビューで、自身を、失火、相当、と名乗り、全世界の新芽を食い荒らすことが目的だと示しました。事後処理発生したオブジェクトは、自衛隊、演習場に運搬し、機動部隊兵、名号が爆破処理をしました。実験には、非常に多くの物資が必要とされる。財団は正義の味方というわけではない。実験は十分に計画して行うこと。山曽真木博士。実験記録 361JP28 日付2000年月日対象 D クラス職員5名 D8231-5実施方法セクター8192の第2代科学実験室で実施。機動部隊兵、名号を待機させ、防火、防に十分な注意を払いました。被験者の D クラス職員はいずれも、体重約 60kg の健康的な成人男性を用いました。仮に試験の結果、特異な性質が期待できる場合、米国から追加30名の D クラス職員を輸送する予定です。結果 SCP-361JP、A は、発生期間を持たず、橙色の落下傘降下服のような衣服を身にまとった、D の文字が描かれた覆面をかぶったヒューマノイドでした。計5体の SCP-361JP、A に、いずれも差異はありませんでした。この SCP-361JP、A を5体用いて、SCP-361JP、B を作成することを試みた結果、SCP-361JP、B は、データ削除済み、事後処理実験記録 361JP、23と同様にしました。本部からの追加の D クラス職員の補充はなしとなりました。財団は悪の組織でもない。よろしいな、山曽真木博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。